前回までの土の中、今や校内では園芸部は大人気。それをよく思わないダンス部から刺客野上さや登場。野上さやからのあからさまな挑発、どうする園芸部。スタミナがちょっと1になっとんで、その1を人気アイテムに使おう。ダンシングパッション、ダンシングソウルとかパーリナーを始めて、好感度がちょっと上げたと長増えたー、長増えたー。え、木村くんが喧嘩上等スキルを身につけました。木村くんが花壇右端にいる日は虫を一括で殺せば楽できるんじゃ。喧嘩上等でないやろ、何虫に喧嘩打ってんのって話じゃん。ちっちゃい男だな。なこれ、七井くんがキラースコップスキルを身につけました。発掘作業で絶対、出土品が手に入ります。キラースコップ。なんかスキルが増えてきたんやけど、みんなの好感度上げていったらスキル手に入るってパターンのやつだったんじゃ。アホなんじゃけど、結構好感度上がっとんやなこれ。なるほど、じゃあもうこれ虫がおったらその虫を一掃できるんじゃな、一掃できるんじゃな、アポカリプスデーなんやな、デュエルマスターズでいう虫いねえよ。なんでこういう時に限って虫とかそのスキルを使えるような状態になかったんだろう。悲しい、悲しいよ僕は。さて、晴れやけんさすがにちょっと変えてきたんじゃないかな。普通か、まだ普通か、普通。あ、可愛いできとるね。あ、可愛いとるやつもあるな。オッケーオッケー。で、収穫。乾き。おし。おお、ちゃんと今日は水与えようんだ。よっしゃ、これで全部かな。よっしゃ、今回も水やったし。じゃあ、有言実行ということで、今回はさやちゃんをメインでイベントを見ます。さやちゃんを呼びました。ここの3人はみんなあなたのことが好きで来ているみたいね。そうなのかな。そうだろうな。私にはそうにしか見えないわ。だろうね。あなたによっぽど魅力があるようにも見えないけど、あ、ちょっと何か一個いいこと言ってない、一つちょっとけなしに来るのやめてください。そういうタイプの人間か。それは私も思うけど肯定しちゃったよ。ちょっとヒポポダモス、ちょっと引っ込み思案っていうか、ちょっと控えめなタイプやけん。あなたでもそういうところ、いや、もっとはっきり言ったらどうなの。ああ、これ2回は多分1日に2回もはイベント見えるのじゃないかな。多分あの前と同じようなやつ。あ、来た、いい子ぶってんじゃないわよっていうね。煽りをくるんですよ。でも好感度は上がるんですよ。なんでだろうね、なんでだろうね。どういう意味なんだろうねこれ。どういう好感度の上がり方してるんだろうね。じゃあ別のキャラを見てみようか。俺、さすが圭介を呼びました。あー、多分俺のイベントもうないわこれ。これ一日経ってもこういうこと言うならいつものコメント言おうってことは、俺のイベントもうないわこれ。俺のイベントもうないわもう。俺のイベントもう玉切れじゃ、玉切れしとるわもう。残念ながらな、そんな気がするわ。じゃあどうしようかな。じゃあ他のみんなも全員見てみるか。ももちゃん、さやちゃんが結構慌ててくるんですけど、君ちょっとももちゃんの方からなんか言ってくれへん。お前登場してくるなりにいきなりイチゴを口に放り込むな、お前は。ヒポロスちゃん好きな人いるでしょ。口に物を入れながら喋るな、お前は。何突然真っ赤になった。本当にいるの。誰だ、俺か、俺なのか。この前イチゴを食べないって言ってたから好きな人がいると思ったの。そんなのいないよ、言おったの。そういや、
おお、ももちゃんもスキルを、ダンサースキルを身につけました。いい、前からダンサーだったけど、前からダンサーだったけど。ももちゃんが下段右端にいる日に人気集めをすると人気度がより多く上がります。いや、もう人気度マックスなんですけど、これ以上上がらないんですけど。あ、スキルって言えるのが全体的に遅すぎたな。遅すぎたわ。虫を一気に駆除するスキルを手に入れた頃にはもう虫がいなかったりします。さあどうしよう。じゃあミドルネーム呼ぶか。ナナイ君を呼びました。さくらい、この前の俺にこれをやるよ。チューリップ7色の球根。おお、お前やけで最近なんか貢献してきたんだお前。でもな、お前花壇に植えるところないんだよ。え、こんなものどうしたの。この前花壇を掘り起こした時に見つけたんだよね。誰かが昔植えてたんじゃない。ありがとう。土の中に眠るものを掘り起こして喜ぶのは俺も桜井も一緒なんだね。一緒にするな。七井くんはすぐふっと気取って笑った。あとできればもう少し早く見つけてほしかったです。植えるとこないっす。見てください、もう植えるとこないっす。何もかもが遅すぎるんやけど。今回見たものの何もかもが遅すぎるんやけど。なんかちょっと腹立ってくるぐらいに。じゃあ次はキムニー。ここにおるけどキムニー行くぞお前。木村くんを呼びました。あ、どうしたのその怪我。今日の木村くんは右方に切り傷があった。切り傷、かまいたちか。クラスのやつがカッターで切りつけてきた。やっぱ物騒やなお前。お前のクラスめっちゃ物騒やないかお前。刃物を振り回すなんてなんという無法地帯。あ、落書きっぷりすると同じクラスなんかなこれ。もしかして落書きっぷりするのクラスメイトだったらやりそうな、リーンザキヤマあたりがやりそうな気がするけど。この学校はそんなに荒れていただろうか。しょうがないよ、周りは敵意があるやつばっかだからな。いや、お前が敵意集めそうなタイプやけんじゃないかなって思い始めてきたけど。俺も半分諦めてるんだよ、平和な学校生学園生活は。木村くんは喧嘩が強いもんね。怪我したら悲しいからあんまりしないでほしいんだけど、それすら難しいなんて。木村くんも喧嘩が強いばかりに苦労しているんだな。それにしてもなんでそんなに襲われるんだろう。おい、どっちは、お前はオアシスみたいなもんなんだ。こうして笑いかけてくれるのってお前だけだもん。へへ。痛そうだったので絆創膏を貼ってあげようと思ってテープを近づけると、なぜか木村くんはデレデレし始めた。ああ、ちょっと絆創膏ずれちゃうからニヤニヤしないの。デッデーでへへへ。ああ、キムニー、ちょっと気持ち悪いぞ、お前。はたから見たら気持ち悪いぞ、お前。よし。あと、先生だけか。先生を見ときます。コアライセンスを呼びました。名前忘れたけどな。名前の読み方はもう忘れたけどな。先生って変わってますよね。ストレートに聞きました。もうみんなが分かっていることをストレートに聞きました。ひどいな、おい。先生はまるで私から厳しい口を引き出したいかのごとく、何を言われても相変わらずヘラヘラしている。まさなのだろうか。この人はずっとこの調子で生きてきたのだろうか。まさなのだろうか。他の先生と違ってすぐ怒らないし、私たちの友達みたいに接しているし、だから友達の裏に入っとったんかお前。ああ、そうか。でもそういう先生も追ってくれた方がありがたいよな、学校生活。なんか違和感があるんです。どうしてですか。窓だからですか。どうです、どうしてですかっていう聞かれても、僕は自然体だからね。わからないよ、違和感があると言われても。成長期のあたりどんな影響を受けて育ってきたんだろうこの先生は。ただ、勘違いはしないでほしい。僕は誰にでもフレンドリーに接しているわけじゃないよ。人やレンドルのつもりで。
へえ、嘘くさい。そこ大きなあくびをしない。少しは僕のお話に興味を持ちなさいよ。無理です。だそうです。人を選ぶようやな、一応。わかりました先生。さて何をやればいいんだろう。もう何をやればいいかわからないですね。やることがなさすぎてわからないですね。さてどうしようかな。収集活動でもやってみるか、適当に。なんかレア度のある高いレア、キラーなんかイベント始まった。あっ、あんなところに猫がいた。本当だ、あんな分かりにくいところにある種を見つけるなんてすごいね、モモちゃん。どうしてだろう、モモちゃんと収集活動をすると他の台と一緒に収集活動をするよりも当たりが多いのは確実に多めの個数を収集できている気がする。誰？ももちゃんが見つけてくれたじゃない。私はあの実が食べたかっただけだから。食いしん坊めこの女。すごい誇らしきなドヤ顔してるなお前。え、食べるためだったの？いや、そういうのは食べん方がいいよ、腹壊すよ。大丈夫大丈夫、お腹壊したことないから。なんなら私85秒ルールでやってるから。85秒、それは長く取りすぎじゃないですかね。せめて10秒ぐらいにしてください。食い意地かい。関西の笑い芸人のツッコミみたいな感じになったんだよ。もうええわ、どうもありがとうございましたって続きそうな感じ。じゃあ集中活動連続してもイベント始まるんやな。じゃあ残りスタミナ5あるんで、それを全部収集活動に回してみようか。水仙、金魚草、チューリップ、赤。なんか見新しいもん出てこんかな。あ、終わったわ。次の日。なんだ？どうした？とうとう、この日が来た。おー、来たー！花壇で花がいっぱいになったのだ。来たー！咲いたんじゃ。一番最後のこの花が。私たちは花壇いっぱいに咲いた花を眺めていた。たくさん花咲いたね。うん、力を合わせて頑張ったもんね。おお、ミドルネーム、お前序盤足引っ張ってばっかりやったけど後半ちょっと貢献してくれたもんな。そうだね、これからも花を咲かせていこうぜ。ま、俺はお前との恋という花を咲かせたいかな。うん、そうだね。これだけできれば上出来だって。何気に俺も頑張りよったもんな。頑張るところは頑張りよったもんな俺も。そうだね。なんだってお前、何お前俺の時だけてんてんてんってさ。ちょっと。お前ちょっとさ、なんで俺の時だけさスパッとさ、そうだねってびっくりマークで言ってくれるのお前。てんてんてんって、え、本当にってちょっと。考えながら、そうだねって返せろ、お前。そうだね、みたいな感じだろ、お前。実は、お前。私の求めていたものは、この花壇ではなかった。だけど、すぐ傍らで4人が微笑んでくれていた。それだけでいいかな、と思えた。うわぁ、こんな映画。なんか俺、おい、俺があんまり映ってないとどけ、みたいな感じの手の出し方してる。これでイチゴ食べたいんだけど。花壇を発掘していい？俺様の付き合い。今日も実況取ろうぜ。わ、こいつらさすがやな、4人四天王。さすが四天王やなお前ら。もう自らの欲求に従順やなお前。運動で汗を流したり、楽器や絵を極めたり、そんな部活じゃないけど楽しかった日々を青春と呼ぶなら、これが私の青春だって言える。こんな日々がずっと続いてくれたらいいのに。お前はこんなもので満足しているのか。その時、どうかともなく声がした。誰だろう、私の声の心の声。そんなわけはないね。何自分で突っ込んでんだお前は。聞こえないふりをした。聞こえないものはないよ。
箱庭の選手 A と。これだよ、サヨシャさんといろいろ話し合って一番最初にこれ見ようっていう感じでやりよったんがこれですよ。今ようやく見えた、通称あのこのゲームのエンドの3つ目に当たるんですけど、その3つ目で3つ目はね、俺をちょっと混ぜてくれたんですよ、作者さんが合意で引き継ぐ。やったぜ、こんな感じで終わるんじゃ。あ、見てくれたんだね、ゆずろさん。というわけで今回土の中最終回ということでありがとうございます。このゲームの作者さんである上文ちゃん、フリームでは黒い夜空っていう名前になっておりますが、は他にもいろんなゲームを作っております。過去に俺が実況した落書きプースルもそうですし、他にもいろいろ面白いゲームを作っておりますし、今後も作る予定らしいので、また個人で実況をしている方も、ゲームの実況もしている方ですので、また皆さんその方のこともよろしくお願いします。今回は刹那圭介バージョンっていう、わざわざ俺を加えてくれたバージョンまで作ってくれてありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。というわけで仕上げ。